どうも、ショータイムゴルフです。また今日の賞金、なんと総額18万円イエーイ、ありがとうございます。今日の協賛金、とある YouTuber からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。1位が10万円で、2位が5万円、3位が3万円、4位が何もなし。はい、どうも。理屈なき理由なき圧倒的自信から生まれるんだ。うん、曲がっても絶対にセーフになるっていうこの圧倒的な自信。うん、だから狭ければ狭いほど振っていけるんだ。距離だったら広いところに行くんだ。いや、広くないんだよ全然。うん、うん、曲がる気がしねえ。すげえ。すげえ。すげえ。半端ねえ。半端なお前。曲がる気がしねえわ。やばい。戻した。さあ、なぜかアイアンを手にしてる。竹内くん。なるほどね、フェアウェイ右サイドに打っていく感じね。あっから2オンできんの？パー5だもん。何、パー5って3オンっていうルールあったっけ？不思議な集団だ、ほんと。まあいいや、とりあえず取るわ。大丈夫だろう。ただアイアンっていうのが気に食わない。ほら見てみ、ショーゴ今流行りのミニドライバーだよこれ。ナイスだよ。いいね、なんか手離してもまっすぐ松山英樹みたいな。よくあの幅に、よくあの幅にまっすぐ。マジですげえ。いや、あんだけありゃ十分だ。あそこに打てるんじゃさ、どこ行ってドライバー打てるよね、本当に。あ、もちろん。そうだよね。もちろん全部ドライバーだ。でも曲がんなくなったよね。昔すげえ曲がってましたよね。いやいや、あれ曲げてただけだから。いや、俺曲がってる時ってあれ曲げてるだけだから。やっぱさ、結果も大事だけど、俺の場合はゴルファーである前にエンターテイナーだから。あの素振りがいいよね。ちょっと浅地くんチックだよね。ね、トップで。浅地くんすげえ意識してる。浅地くん好きなの。あ、そうなんだ。手焼きの2打目、330ヤード。324。からね。この6ヤードでかいよ。6ヤードで乗るかそれか決まるみたい。クリーク持ってるよ。クリーク。うん、やばいよ。どうった？これだけぶっ飛んでりゃ女にも寄せるわな。だろうな。まずはショータイムゴルフからのセカンドショット。ほんと紫好きだよね。ただでさえ輝かしいからさ、暗い服しか着れないんだよね、眩しくて。カメラに映んねえからさ。いいんじゃないのこれ。これ乗ったわ。いや、見えねえよ、ボールが見えねえ。これ入ったまである。正午のセカンドショット。ちょっと右だね。まあ問題はないよ。バンカー越えちゃえ、越えちゃえ。あー、バンカーか。はい、あー、越えたかもしんない。わかんない、日頃の行いによる。今のは結構しっかり振った。今のはまあ普通。普通。俺しっかり振ったら核融合起こしちゃうから、ボールが。未だにだから俺が振っていけるボールってないんだよ。なるほどね、うん、まだ地球上の物質ではついてこれてない。ちょっと高人級だと耐えきれない。そう、高人級じゃ無理だ、ね、なるほど。やばいっすね。ホービー食いすぐそこそこ。これ距離で言ったらね、まあ、17、8ヤードぐらいは幅あるはあるんですけど、まあ言ってもね、300ヤード先で18ヤード以内に17とか217の打ち上げ、フォロー
ジャグとフォローと4番やん。3番 5番ダメだこりゃダメだこりゃ。まあダメとは言ってもね、この辺105、多分ね52、 0.3cm もっとしてるよ。あ、そうだって見てて跳ねるのよ。見てこれ見た、ちょっと捕まっちゃった、ちょっと捕まった。でかい、なんでか、OB ではない。ほら、なんかピンに近づけば近づくほどフォローになるでしょ。ああこれ俺の風なんだよ。石川遼の真似して、あと才能同士特訓の3打目60ヤードぐらい。ダン換算ダメ、バンカー越え。あ、もうそういいぜ、そういいぜ、うまいうまい、はい、そういいぜ、うまっ、早っ。いや、でもナイス。何ってこれ、えやばい、なにこれ、クソむずい、そういうクソとかそういう用語使っちゃダメ、P 入っちゃう。むずいわこれ。正午の暫定球、これうめえ、これ最初からやれよ、すげえうめえ。正午ナイス、めちゃくちゃうまい。まあ翔太ならこれ入ったな。ナイスイン、おめでとう。うめえ、めちゃくちゃうめえ。これだよね、ショータイムゴルフのファンが増える理由が。正規3打目、はい、4打目。うめえけど止まんねえよこれ、早えよ、早はい、俺一番近いから俺も、はい、ボギーパット入ればボギーだよ、はい、まだ優勝あるよ。マジで5、マジで重い、砂だな砂、うん、ちょっと先行く、うん、ナイスパー。あ、それいいよ、 OK でいいよ、 OK、 ダボ、うん、ダボ2つ、翔太のパーパット。切れんのか、切れんね、ちょっとパターの性能が良すぎた今。あー、良すぎた、うん、パターの性能が良すぎでもパターの性能が良すぎると切れちゃうんだよ、うん、パーパット惜しい、 惜しい、 OK、 こっちにマークしたんですよ。これバーディーパット、あ、バーディーパット、ナイスバーディー、サンキュー。よく分かったんね、俺がバーディー取って。うん、ナイスナイスナイスバーディー、自分の波に早かったやべ、カンが2位になった。あー、サンキュー。カン1オーバー、1オーバー、俺2オーバーの強気マンアンダー。ちょ、カンの見て決めるか。基本的に行けっていうのは、うん、超えるか超えないかじゃないの、うん、越すのか越すのか。最初は普通に越してったなこれ。はい、余裕やば、マジあんなん超えないやついないから。まあもっと詳しく言えば越すか越すか。いいね、ナイスドロー、ナイスドローだよ。フェアウェイだよ、心配すんなよ、最後まで見たくていいよ、フェアウェイだよ、あんな。ショウトさんもトライしてくださいよ、一回。ショウトさんしか対抗できる距離ヒッターいないですよ。いや、俺本気出したら誰も対抗できないから。クリーク超えるらしい。あ、じゃあやれよって思うよね。クリーク。若干左だけど悪くはないね。直線的に狙ってったね、ピンを。ギリギリだもんな。
全然余裕だよ。はい、ナイス。ナイスナイス。なんだなんだ。はい、ナイス。どうも。いいよ。不思議な攻め方するようなもんだな。だって少しでもこすったらいけだよ。あれだって池入ったって前から3段目いけんだよ。そういう考えね。確かに。素晴らしいね。謎だよね、みんなね。謎のマネジメントするよね、みんな。ほんと不思議だわ。俺ほんとこの世界に生まれてよかったよ。こんな不思議なもの見れると思わなかった。生まれてから死ぬまでの間にレイアップというものをこの目で焼き付けることができるとは夢にも思わなかった。これがレイアップって言うんだな。心が折れそうですよ、僕ら。俺レイアップってパターで打つことだと思ってたからさ。これが本当のレイアップなんだ。でね、シズでね、ジュニアの時に一緒に回ってね、めっちゃくっそ寒い日で、地面凍ってて、こんなの難しすぎるパターでいいってセカンドパターで打って、こんぐらいについてバーディーとか。3ホールぐらいやられて、もう嫌になっちゃった。加藤なんだっけ、ついちゃった。もう俺の同級生のと回ってて、2人で、先輩若くないですかって言うから、うん、やばいよねっつって。しばらく暇だよね。しばらく暇だよ。もうそれはしばらく暇だよね。あんなところにいるんだもんね、うん、俺はもうね、ベタッとつけてほしいね。6番アイアン。いい入りしたね今の。俺翔吾のミドルアイアンの入り方好きなんだよね。ナイス。これベタピンだよ。バーディーだよこれ。ナイスバーディー。ナイス。遠いんだよ。右打っとけよ、これ。どんだけ左に打つんだよ。いくら右サイド OB だからってよ。カート右なんだから右打たないでどうしようもねえだろ、これ。6番。フライヤーだね、これ。でかい。止まった。翔吾こう見る限りは全然炎上キャラじゃねえけどな。今日ね、うん、ああ俺がいるからな、うん、俺いるとみんな幸せになるんだよ。怒らなくなっちゃう。365、抑止力というか、もうみんなセロトニンが分泌されるんだよね。幸せになっちゃう。うん、俺いないとアドレナリン出るじゃん。ああ巻いてるジャクソン。ムーンウォークだよこれ。大輝も同じこと言ってたの。いや俺が教えたんだ。86センター。86ちょっと打ち上げ。3度、うん、いいんじゃない。ああいいんじゃない。完璧だね。素晴らしい。ちょっと見えなくなっちゃったけど、いいとこ。ショスさんのバーディーパット。ナイスタッチ。惜しかったね。ナイスパー。全然見てなかった。いや、ショータイム史上初バーディーの取り方っていうのを、うん、まあバーディー取れるかどうかっていうのは、その人間が入れる気があるかないかにかかった。ナイスバーディー。マジ？まあこういうことよ。神かこの人。一打差じゃん。うん。ナイスバーディー。サンキュー。ナイス。バーディー。ナイスバーディー。うまい。ツーアンダー。素晴らしい。トークンバーディーパット。ナイス。ナイス。いいね。レベル高いね。3人バーディー。素晴らしいよ。4オーバー、2オーバー、イーブン、2アンダー。あんな宣言してぶち込まれたらさ、バーディーをさ、そうだよね。左手。いくよ。男気じゃんけん、じゃんけん、ぽい。アイコでしょ。アイコでしょ。ダメだ。男気じゃんけん、じゃんけん、ぽい。さあ。ごちそうさま。ごちそうさま。いやー、男気じゃんけん。ありがとう。
焙煎から出るスピードの速さ。カート道ってあれだろ、グリーン奥のカート道だろ。そうそうそう、うん、見てろよ。ただ、俺の実力にクラブがついてこれるかどうか。ファーだよ、これ。ファーだよ。ファー！さっきのてるきくんの位置ぐらいに。いや、もっといってるよ。ダメだ、こりゃ。もうさ、ここ来るまでの間に足が疲れてるんだよな。もうフローにもヘッドバック走っちゃってさ。寝られるよ。いや、寝られるかどうかじゃないんだよ。カートが遠いか近いか。カート超えるでしょとか言うからもう。ナイス。よいしょ。俺もあの辺に打っときゃよかった。ショーゴンドライバーショット。ナイス。ナイス。いや、なんであれ全然いいよ。危なくもなんともないよ。ちょうどカートぐらいだよ。羨ましいわ。やばくね？やばくねえよ。何言ってんの？俺が大丈夫って言ったら世界が大丈夫なんだよ。たまんないんだけど。カートからあんなに近いとこ本当羨ましい限りだよ。縮小。全然大丈夫だよ。はあ、右打ちはよかった。ね、T が俺を攻撃したんだけど。よいしょ。今日さ、一応暫定。ね、T が俺を攻撃したんだけど。バチッつって。T が俺を攻撃して、ここに来た、T が。バチッ。ナイス。高くさすぎた。うん、やっと後ろに飛んだな。ナイス。うわー、もう憂鬱だわ。隣隣のホールから度肝抜く。完璧だよこれ。じゃあいいんじゃない。ピンいってるよ。うまー。ナイス。やべ、後半気出したあいつ。150一番。おお、いい。ダメだ。ステーキちょっとでけえか。ちょっとフライヤー気になったのに入ったね。これはショーゴの暫定。ちょっと待って、ちょっと待って。これショーゴの暫定。右。翔太のセカンドショット。これ、今日一番いいんじゃないの。今日一飛んでんね。300。上り、ラフ落ちたけど305ぐらい飛んでるよ、これ。125ヤード。50度。超いいよ、これ。いや、でけえか。ダウン。わかんねえ。ちょっとでかいかもしんない。方向は良かった。カンのバーディーパット。隣のホールからそこまで持ってきました。ケイさんボール吹きます？吹かない。ええ、昨日吹いた。正午のバーディーパット。ん？ねえ、なんか変な切れ方するよね。フックしない。いや、俺もフックだと思ったんだけどスライスした。フックじゃないだろ。テルキのバーディーパット、今ダントツトップ。もう後ろを追う者はいない。さらに伸ばすか。来た。あー、惜しい。シュースさんバーディーパット。はい、どうも。スライスした。切れないの。意味わかんなくない。マジ意味わかんない。このグリーンよくわかんない。まあ、分かったの俺だけみたいだな。カンはこの距離のパーパット。まあ上り、いや、どっち切るか分かんないな。
スライスしたか。おい面白すぎ。カップ動いた。カップが動いた。今動いたね。これさ、バーディーの取り方わかんないけど、ショーもパーパット。いや、でもどっち切れるかほんとわかんない。うん、まっすぐ、ナイス。スパ。とある YouTuber さん、本当にありがとうございます。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。これ来ただ。カート、カートじゃねえ、橋。でかいんだよ。橋。